まあ竹田塾だとね、高校用の単語帳はほら、スペル覚えないじゃないですか。そうですね、スペルというよりかとりあえずヤコボロって感じですね。いやまず、はい、必須なのは中学英単語、中学英単語必須ですね。さすがにこれはないとまずい、あの、ね、スペル書けないとやばいっていうんで。竹田塾チャンネル。いや6月来ちゃいましたね、本当梅雨だよ。いや梅雨ですよ、本当もう。何見てたの、梅雨嫌い。いやもう梅雨大嫌いですよ、僕は本当。バイクはもうバイク錆びるし、バイク乗れないしで外出れないからさ、うん、勉強しやすいんじゃない、逆に。確かにそうですね、天気いいとさ、夏だと遊びに行きたくなっちゃうよ、うん、確かに。まあそんなね、悩んでる受験生の質問に答えていくこの番組は受験相談 SOS。 山見先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、うん、英作文とはどれぐらいの量の、単語のスペルを覚えなければいけないのですか、うん、地方国立を目指します。できるだけ簡単な単語を使うようにするのがポイントだと思いますが、うんうん、実際単語帳のどれくらいのレベルまで覚えなければいけないのでしょうかという質問です。なるほどね、うん、英作文についてですね。まあ竹田塾だとね、高校用の単語帳はほら、うん、スペル覚えないじゃないですか。そうですね、スペルというよりかとりあえずヤコボロって感じですね。そうそうそう、だからね、どこまで覚えられるのか確かに難しいかなとは思うんですけど、はい、いやまず、はい、必須なのは中学英単語、うん、中学英単語必須ですね。さすがにこれはないとまずい、あのね、スペル書けないとやばいっていうで、高校内容、例えばシスタンとかがどこまでいるかっていう話なんだけど、はい、単語帳で覚える必要があるかって言われると別に、うん、やっとくとしても2章までじゃないかな、アシスタンだったらっていう、まあ、要はセンターレベルっていうところですよね。 そこですよね、うん、でも、うん、でも基本的に自分が推奨してもう英作文や参考書の文章を覚えた方が早いんじゃないかなっていう、もう文章を叩き込んじゃった方がいいんじゃないかなっていう。確かに、うん、英作文は英釈文ですからね。そうだから、うん、単語だけを思いついても文章にできないとは思うんで、まあ、スペルミスが怖いなら、うんはい、単語帳とかでスペルのチェックとかもやっておいた方がいいかなとも思うんだけど、うんうん、たださ、英作文で覚えなきゃいけないのってどっちかって文法のルールだったりするわけじゃないですか。時制とかの例えば部分とか、うんうん、絶対関わってくるから、単語だけ覚えても、はい、その文章ごとに沿った形に直さなきゃいけないから、うん、単語のスペルだけ書けてもあんまり意味がないっていうところはあるとは思うんですよね。そうですよね、うんまあ、あとはなんか動詞を、まあ、例えば熟語で言い換えたりとか、うんうんまあ、知らなかったらもうその都度やっぱ調べるしかないですよね、その場で。そうですね、うん、だからその英作文として学ばなきゃいけないのって単語以上に英作文のルールだったり、うん、文法事項だったりするんですよね。ですね、形とかですよね。そうだ、単語を単語だけで覚えてもあんまりこう、うん、こう力につかない可能性はあると、うんまあ、もしやるとしたらセンターレベルのシスタン2章ぐらいまででいいかなとは、うんうん、思いますね、うんうんまあ、あとはそのよくスペル書けなくていいんですかって言うんですけど、うんまあ、結構何週もやってると、まあ、大体竹谷塾生だと夏ぐらいまで多分単語帳だと、まあ、2,3 週はやると思うんですけど、はいはいはいまあ、大体書けるようになりますよね、元々。ある程度は書けるよね、うんうん、それでまあちょっとねもし書いてみて忘れたらじゃあ見て一回書けば、まあ、多分大丈夫だと思うんですけどね、うんうん、大体書けますよね。単語のせいじゃないと思うんだよな、書けないのか多分っていう、そうそうそう、文が思いつかなかったりとかの方が大きいかなとは思うから、うん、そうですね、そう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 、うん、確かに。だから、うんうん、基本、やるとしてもセンターレベル、うん、優先順位が高いのは英作文の参考書だよと、うん、だ単語そのものは中学レベルでも正直良くて、で、まあ、単語を暗記しているうちにある程度覚えていくぐらいでも良くて、うん、そこからも英作文の参考書でしっかり叩き込んでいった方がいいんじゃないかなっていうのが、はい、竹田塾的な考え方かなと思います。ですね、はい、難しい日本語を、簡単日本語にしてそれで英語に訳してほしいですね、うん、そうですね、はい、というわけで参考にしてください、はい、今回は以上です、はい。竹田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おお、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へえ、ね、参考書だけで大学合格 .com っていうのがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるっていうことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい。でさらにね、はい、あの勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おー、すごいですか、おー、はい、ぜひね、竹田塾チャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。竹田塾チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。